どうもお疲れ様です。今回はですね、あらゆることの成功は決断できるかどうかにあるというテーマでお話ししようと思います。まあやっぱりね、でもね、先延ばしちゃったりとか検討してるふりをして決断できなかったりするんですよね。いや、もしかしたら決断は心の中でしてるのかもしれません。だから決断してないわけじゃないよと、決断してるんだよっていうふうに他者にも自分にも言い訳ができちゃうかもしれないんですよね。でも決断って何なんでしょうかね。私はね、決断っていうのは行動の始まりだと思うんですよ。ですんで、動き出した時が決断できた時かなって思いますんで、心の中で腹が決まっていても行動してない限りはそれは先延ばしだと思うんですよね。そこで私はね、決断したというのなら、もしくは決断どうしてもできないんだったら、こうしたらどうかなっていうふうなことを今回一点ね、お話して終わろうかと思います。そうですね、行動したことってのはそのまま決断の証明になるんですけども、お腹の中でね、やると決めている、そういうふうに選択したってことが腹積もりができていても、実際に行動ができない場合どうすればいいかってことなんですよね。それはいつからやるかを決めるってことでいいんじゃないかなと思います。あの、時にはね、先延ばししたりとか、今やってることが終わったらやろうっていうふうなね、決断していながらもう行動できないことってあると思うんですよ。でその時はね、少なくともいつからやるかを決めるってことをやれば、それは立派な決断になると思います。いつもね、そのうちやろうと思って、そのうちがなかなか来ないんですよ。なぜなら1時間後とか1日後とか1週間後っていうのはね、その時に別の用事が入ってくるんですよ。ですんで、結局期限を決めなかった、先送りした決断っていうのはですね、ずーっと先送りされちゃうんですよね。気がついたらもうやる気さえ失せているってことになります。ですんで、いつからやるかを決めて予定が入りそうになっても、この時にはこの先にある決断の先送りをやる時に当たっているから、他の予定はその後ねっていうふうにスケジューリングしてみるといいんじゃないかなと思いますね。はい、まあでもね、全部がね、全部予定通りに行けばいいんですけども、なかなか予定通りに行かないじゃないですか、だからまさにね、自分の決めたことをやるという決断を一番最初にするべきかなと思います。それではお疲れ様です。